げろ、なんで投げてんだ。ただいまより安倍晋三総裁の記者会見を始めます。まず冒頭総裁から発言がございます。はい、今回の我が党の勝利については、自由民主党に信任が完全に戻ってきた、ということではなくて、3年間の民主党の間違った政治主導による政治の混乱と停滞に終止符を打つべきだと、国民のご判断だったんだろうと思います。まだまだ自由民主党に対しての厳しい線は注がれ続けていると、こう我々緊張感を持って今後前に進んでいかなければ、結果を残していかなければいけないと思います。現在の日本の状況は、経済においても、そしてまた教育、外交安全保障、また東北の復興においても、危機的な状況になっているわけであって、我々に課せられた使命はこの危機を突破をしていく、復興についてはですね、復興のスピードを上げていく、経済においてはデフレから脱却をして、円高を是正させて、経済を成長させ、雇用を創出をしていく、そういう使命が課せられています。また外交安全保障についてはですね、失われた日米同盟のこの絆を回復をして、強い外交力を取り戻した上においてですね、各国との関係を改善をしていくと、そして領土領海をしっかりと守っていくということが求められています。また教育については、6年前に教育再生をスタートさせたのでありますが、この3年間でですね、事実上後戻りをしてしまっている、そしていじめの発生件数も倍増しているという状況になっているわけであってですね、それぞれ大変厳しい状況からの谷底からのスタートになっていくんだろうと思います。今日明日すぐに結果が出るものではありませんが、我々はですね、スピード感を持って取り組んでいきたい。おそらく26日に国会が召集されるということになりますが、それを待っている一等間はありませんので、事実上もう仕事はスタートしていかなければいけないと、こう考えております。私からは以上であります。それではこれから質問を受けます。まず平川クラブの幹事者からお願いいたします。はい、平川クラブ幹事者からまず3問質問させていただきます。1番目なんですが、党の人事と組閣人事についてお伺いします。石破幹事長は留任されるんでしょうか。この党役員人事の狙いについてお聞かせください。あと組閣なんですけれども、菅幹事長代行の官房長官起用や安倍元総理の副総理の起用、麻生元総理の副総理起用など安倍新政権に向けた組閣のイメージについてお聞かせください。まず党について、でありますが、石破官房長官、党本清掃を大変大きな貢献をしていただいたと思っております。我々今回の衆議院選挙、そして参議院選挙を取って初めて安定的に政策を遂行できる体制が整うわけであってですね、石破幹事長には留任をしていただきたいと、こう思っております。それ以外の党の役職についてはですね、今後これは政府の内閣のメンバーを決めていくこととも合わせて考えていきたいと思っております。党においては基本的に参議院選挙に勝つと、これが党に与えられた使命です。その使命を達成する上においてですね、メンバー構成を考えていきたい。そして内閣についてはですね、まだ全く決めてはおりません。
菅さんあるいは麻生元総理についてもそうなんですが、まだ全く決めておりません。これから、考えていこうと、こう思ってまいるわけでありますが、先ほど申し上げました、まさに危機を突破をしていかなければいけない、危機突破内閣になっていくだろうと、その職責を担えるメンバーをですね、厳選をしていきたいと、このように思っています。幹事社朝日新聞の林です。よろしくお願いします。外交についてお尋ねいたします。尖閣諸島の問題をめぐって日中関係が非常に険悪になっていますが、一方で経済面で見れば中国との関係は非常に大事だとも言えます。その中で安倍総裁は靖国神社の参拝について、以前 の、 首相在任中は参拝できなかったことは痛恨の極めだとおっしゃっていたり、あるいは尖閣諸島への公務員常駐を検討するという意向も表明されています。今後首相就任後ですね、こういったアジア外交を立て直すために具体的にどのようにこういった課題に取り組まれるご意向なのかお伝えください。まずですね、日中関係を考える際に、もう私はもう随分前からそのようにずっと申し上げ続けてきたんですが、日本というのは どうしてもですね、日中関係だけに、視野狭窄的にですね、そこだけを見つめてしまうと、その結果ですね、随分日本は国益を損なうこともあったんだろうと、結果として日中関係がうまくいかないということもあり、その典型的な例が民主党政権だったんだろうと、日中関係は日中関係をだけを見つめて、これは良好な関係に持っていく、あるいは改善するということはできないんですね。日中関係というのは21世紀による外交安全保障上のですね、どう対応していくかというのは最大の日本にとっての課題なんだろうと思います。その観点からですね、まさに世界地図を開いてですね、それを俯瞰しながらその中で戦略を考えていくというアプローチがこれは必須なんですね。かつて私総理の時にはそういたしました。まず日米同盟関係ですね。民主党政権の失敗は同盟関係、外交をもてあそんだ結果ですね、同盟関係の信頼関係を傷つけてしまった。信頼のない同盟というのはこれはただの紙切れになってしまいます。つまり紙切れに近づけたんですね。それが外交力を失ったということなんだろうと思います。さらにアジア、アジアといってもインドやオーストラリアまで含めたアジアとの関係をですね、より緊密化していく、それを外交のみならず安全保障、エネルギーという分野において緊密な関係を、これはもう分かりやすく深めていくということが重要なんだろうと思います。その上において、中国との関係を考えていく、あるいは改善をしていくというアプローチが必要なんだろうと思います。そういう戦略的なアプローチができるというのは自由民主党なんだろうと思うわけでありますが、そこでですね、尖閣については、これは日本の固有の領土であり、これはもう国際的にも国際法的にも今日本はこの尖閣を所有をし実効支配をしているわけであります。この点については交渉の余地はないということですね。その上において一方中国がこの問題において、例えば中国国内においてですね、日系の企業を襲撃をしたり日本人に危害を加える、これはもう国際的なルールに反していますから、そういう振る舞いをしてはならないということを中国に強く、あるいは国際社会にちゃんと訴えていく必要があるんですね。日本も含め国際社会は中国に対して投資をしている、あるいはまた輸出をしている。で、一方中国は日本の投資によってですね、1000万人以上の雇用を生み出していると、そしてまた同時に日本にしかできない半製品を輸入して、それを加工して、世界に輸出をして大きな利益を上げている、という関係なんですね。つまりそれを傷つけないことが極めて重要であって、この認識こそ戦略的互恵関係なんですね。今中国のやっていることはですね、これを傷つけている、つまり戦略的互恵に反しているということについて、中国側にですね、強くこれは訴えていく必要があるんだろうと思います。一方靖国の問題についてはですね、これはまさに日本のために命を懸けた英霊に対して尊崇の念を表する、これはどの国のリーダーも行っていることであろうと思います。その観点から私が在任中に
参拝できなかったことは痛恨の極めであったということを申し上げたわけであります。まあ、しかし、まあ、これが中国の中においてですね、さまざまな反応外交的な問題に、本来外交的な問題に発展していく正確なものではないんですが、それが、そういうことになっているということにおいてはですね、今私が申し上げるのはそこまでしか申し上げるべきではないだろうと、こう考えています。はい、幹事社の共同通信の鈴木です。はい、経済政策についてお伺いします。目玉政策となる日本経済再生本部、こちらの設置時期や、メンバーについて、ご見解をと、あと経済財政諮問会議の役割分担についてどう考えるか、また公明党は軽減税率の導入を求めているんですが、それについてどう対応されるお考えでしょうか。まずですね、諮問会議を私は復活をさせます。そして、諮問会議がですね、マクロ経済政策においてはそこが司令塔になってきます。で、諮問会議には、必ず、日銀の総裁も出席をしますね。諮問会議、頻繁に開かれていた時には週1回ぐらい開かれていました。そこで、例えば、中央銀行たる日本銀行との対話も行うことができますね。それは非常に大切な役割だったんですね。それを、民主党は辞めてしまったところに大きな問題が私はあったんだろうと思います。マクロ経済管理、しかも今度は、金融政策、財政政策、そして成長戦略ということを行っていきますが、マクロ政策、またマクロ経済管理をしていく、司令塔としての役割を担うのは、この諮問会議であります。同時に、再生本部はですね、このマクロ政策と合わせて、ミクロの政策をどう進めていくかと、それぞれの、地域あるいは国民それぞれの皆さんがですね、生活が良くなっているなと、実感できる、具体的な、これは政策をそこで練り上げていく。もちろんミクロだけではないんですが、ミクロとマクロは密接に関わりがあるんですが、基本的には、関係の閣僚が、そこにはどんと入ってですね、本部を作り、そして、その中において、具体的にどう展開をしていくかという、部会ができていくかどうか、今ですね、政調会長の下で、それは検討中で、あります。メンバーについても、自主的な組織の在り方、あるいは、諮問会との関係においても、今、ざくっと言えば、大体そんなところですね。それと、軽減税率についてでありますけれども、公明党ともですね、よく協議をしながらですね、いわば低所得者の方々に対してどう配慮していくか、年金生活の方々にどう対応していくかという含めて、よくこれは協議をしながら考えていきたいと思います。それでは幹事社以外の方から質問を受けさせていただきたいと思います。それでは指名いたしますので、名前と社名を名乗っていただきたいと思います。東京新聞、東京新聞の生島です。よろしくお願いします。補正予算についてお伺いします。補正予算の、規模感、それとあと時期的なもの、あと財源についてお伺いしたいんですけれども、特にその財源については、その建設国債を充てるのか、それともその赤字国債でやっていくのか、ないしは例えばその民主党政権の中でですね、編成されているその予算、本予算がありますけれども、その一部凍結、例えばその 4K 政策を、4K と言われる民主党の看板政策を自民党はその撤回するようにずっと求めていましたけれども、そういったものの凍結というのもですね、視野に入れていらっしゃるのかというのがまず1点お伺いしたいこと。で、もう1点ちょっと別のお話なんですけれども、今回の衆院選はですね、戦後最低の投票率になりました。それについてどう受け止められていらっしゃるのか、原因についてどのように考えていらっしゃるのか、その2点についてお伺いします。まず始めたれますけれども、補正予算についてはですね、我々デフレ脱却、これを、選挙において主張してまいりました。その我々の主張に対して、一定の評価があったと、こう理解をしています。その意味においてはですね、デフレ脱却に資する、補正予算でなければならないんですね。で、それはどの程度の規模にしていくか、これはマクロ的にはですね、デフレギャップを埋めていくということも念頭に置きながら、かつ、
どうしても今の時期に、これはまあ総選挙になってしまって、内閣が発足するのが26日ということになりますね。そうしますと予算は大幅に成立は遅れます。で遅れたこの暫定の期間を十分カバーできるものにしなければいけないということになってきますと、それは当然大規模なものになっていくと思います。一方これは今マクロ的な観点から申し上げているんですが、メクロ的な観点から言えばですね、もちろん中身においてはこれは我々で選挙で訴えてまいりましたが、国民の安全を守っていくということ、そしてまた未来への投資となるものでなければならないということだろうと思います。で、その中身がその建設国債なのか赤字国債なのかという話でありますが、それはこれから中身どういうものをですねやっていくかという積み上げも当然一方やっていく必要はありますね。無駄なことはやるつもりは全くありません。そして一方民主党のばらまきははっきりとノーという結果が民意が出たんですね。その民意に沿って我々は予算を編成をしていく、これは当然のことだろうと思います。投票率についてはね、大変それは残念でした。やはり多くの党が出る中においてですね、ある意味においては、どうしても議論は深まりませんね。テレビに出ていっても1人1分ぐらいしか1分かける3ぐらいしか発言ができない中においてはですね、なかなか決められないままに投票日を迎えられた方々もおられたのかなと思います。NHK内田と申します。外交についてお伺いします。総裁は日米同盟関係を強化していくという考えのもと、強い外交力を取り戻したいとしておりまして、その考えのもと、アメリカを最初に訪問したいということですが、その時期についてはいつ頃を念頭にお考えなんでしょうか。例えば、来年の、年明けた通常国会の前にでも、訪米するお考えがあるんでしょうか。大統領の就任式がありますね。大統領に就任をし、そしてスタッフ、国務長官以下のスタッフが決まって、体制が整いますね。中身についてこのサブスタンスをしっかりと首脳間で話をしていくためにはですね、ある程度先方の体制が整ってから外交方針が決まってからの方がいいかもしれないという考え方もあります。そうなりますと1月の下旬から2月かもしれないし、あと先方のこれは日程もあることですからね、日程調整を進めていきたいと思います。北海道新聞の村田です。今の、訪米の関係でお尋ねします。その場で TPP の参加に関する交渉、こういった部分に関しても互いにこう意見交換などする方向で考えていらっしゃるんでしょうか。教えてください。我々野党という立場でですね、TPP について、果たして、事前の参加するかどうかの予備的な交渉状況がどうなっているのか、また TPP の中でどういう議論がなされているかという情報は十分に得られていないんですね。これからよく説明を受けながらこの TPP についてどう対応しているかということを判断をしていきたいと思います。同時にですね、我々の公約にもあるように国益を守る、経済交渉というのはですね、その交渉そのものがいいか悪いかではなくて、結果国益が守れたのかどうかだろうと思いますね。得るものがあったのかどうか、ですから、十分に吟味していく必要があるだろうと思いますし、その米側の、日本に対するその要求要請がですね、どういうものなのかということもよく見ていかなければいけないと思います。
毎日新聞の鈴木です、はい。6年前首相に就任され、安倍政権が誕生すれば2回目の登板ということになります。で、前回健康の不安ということで1年で政権を降りることになりました。で、選挙期間中、この選挙期間中は、1万キロ以上遊説するなど非常に精力的に動かれたことを存じてますが、有権者の中には健康に対する不安をまだお持ちの方もいらっしゃいます。そのあたり現在の状況など含めて、お話しいただけますでしょうか。はい、私には、潰瘍性大腸炎というですね、難病指定の病気、が、今でもですね、これは医学的には完治はしていないんですが、十分にしかし新しい薬によってコントロールできていると思います。これは私の担当の主治医の方からもですね、太鼓判を回されています。ですから、そういう意味においては、この選挙、相当一緒に私と同行していただいた記者の皆さんは、理解をしていただいた、見ていただいたんだろうと思います。相当過酷な選挙運動でした。これは総裁選挙もそうでしたかね。ですから、これに十分に耐えうることができた。全く体調の変調はありませんでしたから、私は十分にこれは総理の職をこなしていくことができる、と同時にですね、やはりこれは前回の反省でありますが、やはり体調管理ということはですね、これはかなり優先していく必要はあるんだろうなと思います。これは体調を十分に管理できなければ、国民の皆様に大きな迷惑をかけることになります。事実そうなってしまったわけですから、そこはですね、休養できるところはちゃんと休養するという原則を持っていきたいと思っています。と同時にですね、私と同じ病気を持つ方もたくさんおられるし、そういう難病 の中において、一回仕事を諦めなければいけなかった方々もおられるんだろうと思いますね。しかし、そういう皆さんにも、もう一回やっぱチャンスがあるんだと、私も一度谷底に落ちて、これは、厳しいご批判もいただきました。しかし、そこから、もう一度ですね、人生をやり直すことができるんだということを私も身をもって示していきたいなと思いますね。朝日新聞の日田と申します。憲法と教育についてのスケジュール感についてお伺いします。総裁選、直後からですね、実行本部作られて、公約にも盛り込まれた教育関係のいろんなものがありますけれども、これ通常国会で法律を通そうと思えば通せる状況になるわけですが、関連する教育改革の法案を実現する、直ちに実現するお考えはありますでしょうか。また憲法の改正についてもですね、意欲的な発言をされていますけれども、これについてのスケジュール感もお示しください。教育についてはですね、新教育三法を含め、いじめ防止基本法等ですね、すでに、教育再生実行本部で、作り上げている法律があります。特にですね、どこに責任の主体があるのか、これは、地方の首長なのか、あるいは教育委員会なのか、県なのか、あるいはまた国なのか。で、そこでですね、いわば、責任の所在が十分に明らかでなかったり、あるいは、常勤ではない、教育委員会がですね、大きな力を持っているけれども、十分に機能できているところもありますが、できていないところもあります。例の、いじめによる自殺が起こった事件においてもですね、隠蔽体質を発注してしまったんですね。ですから、どこかが最終的にここが責任を持つと、もちろん国が最終的に責任を持つんですがね。で、そして国が最終的に責任を持って、前の、法改正においてですね、強い指導等ができるようになったんですが、ほとんどそれはやっていないんですね。ということも含めて、なぜそうなってしまったかという、深刻な反省をしなければいけないんですね。その上において責任をもっと明確化させていくという仕組み、これは宿題でもあったんですが、これは法改正で私は急がれるんだろうと思いますね。実際ああいう事件が起こっているんですから、それは当然取り組んでいくのは当たり前なんだろう。子どもたちの命を守っていく、未来を守るのは、これは政治の最大の責任と言ってもいい。ですから、それには直ちに取り組んでいきたい。ただ、もちろんこういう問題については、なるべく衆参でですね、法律を通したいですから、参議院において多数派を形成できるように努力をしていきたいと思います。また、教育については安倍政権時代に再生本部を作りました。これは教育というのは文科省だけではないんですね。これはさまざまな役所、いわば社会総係であるべきものであってですね、そういう意味においては、また、安倍内閣時代に作っていた、
教育再生本部のようなものをですね、作って議論を進めていきたい、そしてその中からさまざまな成果を出していきたいと思っています。で、憲法改正についてはですね、今年の4月の28日に、今年の4月の28日で日本が主権を回復して60年であります。自由民主党結党の目的は何かといえばですね、これは昔の自由党と民主党が非常にいがみ合っていた政党だったんですね。その政党が一緒になった、これは大変なことだったんですよ。当時いわばの選挙制度の中では一番の敵はお互いだったわけですから、つまり左翼勢力が敵ではなくて、同じシーソーを願っていくわけですからね、そこが敵だったんですね。その敵同士がですね、一致をする、という、大変な、これは、三木武士と、大野万木が話し合いをし、最終的な、結論が出ていったんですが、その時は2つ目的があってですね、憲法改正や教育基本法改正など、ある意味においては占領時代に作られた仕組みをちゃんと私たちの手で変えていくことが求められているだろうという点が1点、そのためには保守同士が争ってはダメですねということが1点、そしてもう1点がですね、何かといえばこれはやはり、まだ当時は貧しかったですから経済を成長させていこうということだったんだと思いますね。安定的な経済政策を進めていく上においては、これは安定勢力を確保しなければならないという2つの目的があった。2つの2番目の目的は、これはやっぱり喫緊の課題だったから、これを優先してそれは実行し、成果を上げたんですね。高度経済成長に結びついていった。しかし、前の目的についてはこれはずっと後回しにされたわけです。私が総理になるまでね。で、私は総理になって、教育基本法を変えました。そして、それは60年かかってしまったわけですけども、教育基本法を変えて、国民投票法を作ったということなんですね。ですから、さらに次のこれは、目標としてですね、国民投票法というのは、憲法を変えていくための、橋を架けたわけですから、いよいよこれは、国民みんなでこの橋を渡って、最初に、行うことは、96条の改正なんだろうと、思います。改正条項の解消で、築城的にしか国民投票はできませんから、改正条項の、改正を行っていく、これは例えば国民の6割7割が買いたいと願っていても、たった3分の1をちょっと超える国会議員が反対すれば、国民の皆様は指一本触れることができないし、議論することすらできない。で、これはやはりあまりにもハードルが高すぎるんですね。これを私は変えるべきだろうと思っています。でも、もちろん今の段階ではそれにも3分の2は必要ですから、その3分の2の勢力、衆議院ではありますが、参議院ではほど遠いですね。それはこの参議院で次の参議院選挙で果たしてそれを達成できるかどうか分かりません。さらにもう3年が必要かもしれない。しかしそれに向けて努力を進めていきたいと、こう思っています。その点については幸い、維新の会の皆さん、あるいはみんなの党の皆さんもですね、基本的には同じこの96条ということについては一致できるのではないのかなと、思います。日本経済新聞の小島です。この金融政策についてちょっとお伺いしたんですが、この選挙期間中もですね、政府と日銀がアコードを結んで、2% の物価目標と、で、大胆な金融緩和を行っていくというふうなお話をされてましたけれども、その実行のタイミングについて今どのようにお考えでしょうか。それと、あと来年の春に任期切れますその日銀の総裁人事について今どのようなイメージをお持ちでしょうか。今月の19、20日に、日銀の政策決定会合が開催をされます。その段階でまだもちろん我々野党の立場なんですが、私はこの選挙を通してですね、2% の物価目標ということについて、日銀と政策アコードを結びたいという主張をずっとしてまいりました。選挙において金融政策を議論するということは非常に珍しかったんだろうと思いますが、この我々の主張に対して多くの支持を得ることができました。この結果も十分に受け止めていただいてですね、おそらく適切な判断をしていただけるのではないのかなと、期待をしています。で、将来に向けてはですね、今申し上げましたように 2% の、物価目標、物価上昇目標を持つと、日本銀行と、政策協定文書を、いわばこれは出していくと、
共同文書を出していくということについてですね、政策を行動していくということに向けて、これは内閣が発足すると同時に、関係閣僚に対して指示をしたいと思っています。それではの総裁の日程もありますね。あとはお一人だけで恐縮ですが、日中関係というのはですね、日本にとって最も重要な二国間関係の一つであろうと思います。先ほど説明をさせていただいたようにですね、日本の経済が発展をしていく、成長していく上においては中国は欠かせない国になりますし、アジアの平和と安定のためにはですね、日本と中国が良好な関係を築いていくことが必要であります。まあ、ただこれは国境を接している国は、まあ、多くの国々がそうなんですが、さまざまな問題を抱えますね。それをいかにお互いがコントロールをしているかということが大切であって、その政治的な課題問題をですね、例えば経済問題に発展させないという知恵が必要なんだろうと思います。まあ、そういうことも含めてですね、まあ、今すぐに例えば首脳会談ができるとか訪中できるという状況ではありませんが、まずは粘り強くですね、中国との対話は続けながらですね、今おっしゃるように日中関係をですね、良好な関係に改善をしていきたいと思っております。まあ、それについては当然私は改善させていくためにですね、努力をしていきたいと思っています。それでは以上をもちまして安倍総裁の記者会見を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。